富士急湘南バス、富士急湘南バス株式会社、富士急湘南バスは神奈川県の足柄地域を中心に路線を運営する富士急行の子会社である。主に御殿場線沿線と小田原駅周辺に路線を持っている。営業所記号は M を用いるが、これは富士急行、松田営業所のエリアを引き継いだためである。モータリゼーションの進展とともに、 仮想地域の利用客減が進み、一部の路線を除きかなり利用客が減っており、国庫補助をはじめとした補助金を受けて、路線維持を図っている路線がほとんどである。特に会社の生命線とも言えた新松田駅と神津駅、消費仮園から大井町にある第一生命大井事業所への路線は、通勤客、訪問客輸送による運賃収入だけで、 富士急小南バス全体の運賃収入の3分の1を占えていたが第一生命の組織再編に伴い2011年多い事業所は閉鎖となり、同庁内に設立された新多い事業所へ一部門が移転するも規模は縮小され利用者数の減少が懸念されている。一般路線は東京式の系統番号が導入されている。ただしバスの行き先表示器や停留所等には、 表示されていないケースも多く、旅客向けの仕様としては、限定的である。一部は、大井第一生命館、ビル、旧第一生命大井本社、ゲンブルックスへの通勤路線にあたる。松七十七小零一東零一系統は、沿線にある愛、和小学校や、大井町唯一の中学校である小、高中学校へのスクールバスとして運行され、峠工校時間に合わせて、 運行時刻が変動する。松礼8系統は2014年3月30日運行便を持って廃止となった。丹沢に向かう路線である。あまり本数は多くないが、登山、ハイキング客の利用が多い行楽の時期は増発便も出る。しかし、2002年4月11日には、神奈川県生活交通確保地域対策協議会に、統計等の地、 清水橋神奈川、神奈川幻想、神奈川トンネル丹沢湖、神奈川西丹沢自然教室の廃止、新松田駅清水橋大幅、減便という内容の体出移行が提出された。二0三年四月一日からは、新松田駅西丹沢自然教室が、国庫補助対象路線となることになり、その過程で、幻想費経由であった松61、新松田駅西丹沢自然教室、 松63、新松田駅中川などが廃止され、系統整理が行われた。松55の長寿京や取リキは2017年4月17日の時刻改正をもって廃止された。高津駅を発着する路線の系統番号は、同駅を発着する神奈川中央交通の系統番号と重複しているものがある。急行便である松礼には、 富士急グループでは珍しく運賃前払いとなっている。また、土休日は全便運休となる。確定便である松り市の土休日ダイヤは路線を短縮し松り屋さんとして運行しているなお、運賃の前払いは松りにのみで、松り市は一般客、途中停留所からの乗降も考えたか運賃は通常通りの後払いである。 三北町循環バスの名称で2005年12月1日より運行開始された道路運送法4条に基づく路線である車両は三北町が購入したレトロタイプ車、日野、リエッセとボンネット車の2台を使用している利用状況は好調であり2005年12月の運行開始時の1日あたり約70人から95人程度へと増加している 2007年4月1日2008年4月1日に運行見直しがなされた。受託運行のためバスカード、定期券等の使用はできない。三国駅発着が基本だが、2008年4月のダイヤ改定から区間便も運行されている。4メーカーすべて揃えているが、近年は路線車、貸切車を問わず日産ディーゼル、当時、現、 とトラックス車の比率が高まっていたが、同社のバス事業撤退を受け、再び親会社と資本関係のある日野自動車への回帰が進んでいる。旧、第一生命の通勤客を輸送していたことから、大型車の比率が高くなっており、2002年に導入された車両は長弱車である。なお、 大型路線車のうち2003年に導入された3台は、西丹沢方面への路線を維持するために、導入費用について補助金が三北町から出ているため、三北町の観光名所などを描いた塗装となっている。ただし、運用については、大型車の入る路線という以外は特に限定とは、なっていない。神奈川県内では最後まで、比例防車の在籍があった、1995年まで、 また、中央高速バスの高速車が転用されたこともあったが、12メートル車ということで、路線バスとしては、運用範囲が限定されており、貸切車として使用される方が多かった。また、三北駅近くに高さ制限2.9メートルの箇所があり、以前は、比較的多くの路線が経由していた、2009年12月1日以降は、三北町循環バスのみこともあり、 松田仕様とも呼べる車両が存在していた。具体的には、大型車の屋根上はベンチレーターまで全て撤去し、冷房も屋根上には搭載せずにサブエンジン型や、室内型を採用していたものである。その後、冷房装置が小型化されたこともあり、中型車以下であれば、特に特殊な仕様ではなくても乗り入れ可能になっていた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。